原石和樹音楽博覧会は、東海ラジオ放送で2014年10月5日から放送されていた、日曜午後の音楽番組。2014年10月の秋開編により、約4年半続いた昼のワイド番組、ただもく、古いケチの間でしょうが、放送終了。新たに、音楽をメインとした昼ワイド番組をスタートすることとなり、同時期の開編で、朝のワイド番組、 ゲ石和樹モルゲン。が終了したゲ石和樹が博覧会事務総長という肩書で同番組のメインパーソナリティを務めることとなった。すべて毎週日曜の放送。放送開始当初はナイターオフシーズンであったため12時15時の3時間放送となっていたが2015年のナイターシーズンになると12時14時の2時間放送に短縮。その後は 放送時間の変遷はなく、原則として2時間放送を継続していたが、2016年10月のナイターオフ編成より再び12時15時の3時間放送に延長されている。同番組では、博覧会事務総長である源の石の進行のもと、公式キャラクターの音波パ君も登場し、邦楽や洋楽など、どの年代が聴いても受け入れられる音楽を紹介する番組となっている。 基本編成は、毎時報前に、ニュース、天気予報、交通情報と、現代の情報を伝え、時報後には、年代ごとのレトロニュースを伝え、その年代の音楽へと入っていく。各年代をそれぞれパビリオンに例え、1970年代の猛烈館、1980年代のナウイ館、1980年代後半から1999年までのトレンディ感、 2000年以降のミレニアム間に分類し、それぞれカテゴリーから毎回2つを選んで、テーマにあった曲を数曲流している。メール、ファックス、ツイッターで、リスナーからのリクエストを受け付けるほか、年数回、電話リクエストが行われることがある。聴取率調査週間などにおいては、音広しスタンプラリーと称したプレゼントが行われることがある。これは番組内でオンエアされた、 指定の曲名を書くことで、抽選で、グルメ商品などが当たるものである。また、毎回、ご来賓と称したゲストとのトークコーナーが設けられているほか、バコ番組もいくつか内包されている。15時まで放送されていた、当時のプログラムである。2015年2016年。ありがとうございます。